疲れ様です。長旅お疲れ様です。初上陸夜名古初上陸。初上陸ありがとうございます。夜名古です。すごい光いないです。え見てくださいこれが夜名古です。建物がない。え初上陸。え光がない。夜名古です。ようこそ。ようこそ夜名古へ。お邪魔します。いらっしゃい。お邪魔します。いらっしゃい。たっちゃんようこそ。ウェルカムトゥー瀬川家。この酒の家。いらっしゃいませ。誰ですか。あ、お父さんお父さんいつもこんな感じなんで。お父さんね、たっちゃんのこと大好き。たっちゃんとずっと飲みたいって言ってた。初めての鳥取で初めてのじゃあ酒を交わしてもお願いします。でかこれ何すかこれはですね、ロッサン。これはあの地元の酒だから。あ、出雲の出雲大社の色が いいやつ。日本酒だ、うん、うわさっきもらったやつだ、うん、でもいい香りが。いや、よろしくお願いします。お邪魔します。お世話になります。酒を買わずっていやいや、ね、ずっと飲みたかったし、立ったやつだ。手でやったのめっちゃ美味しいっす。美味しい。あ、よかった。俺は明日美味しい。来ていきなり酒飲ませるって。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ずっとね、ありがとうございます。やっと来れました。だけど、あの昔のあの中学校の友達ってみんなバカなんよ。ありがとうございます。で、うち結構何人か来るんだけど、と見事にみんなバカなんよ。なんか同じ匂いやつ。おたつやに会う前からバカじゃない。あいつは絶対バカだと。全然バカじゃない。本当はバカじゃないです、うん、キャラでやってんだけど。キャラで頑張った。毎日疲れますよね。あいつは絶対バカだ。あいつは本物のバカだって言って会いたいってずっと言ってたよ。初だもんね。なんだかんだ鳥取来たのか。鳥取来たの。鳥取来たのかな。はい、でも何回か会ったことあるじゃん。何回か会ったことあるじゃん。鳥取来たのは初めてで、まあ、感想としては、うん、電気がある。電気が街灯がない。街灯がない。街灯が少ない。電気がない。電気がない。ついて、いきなりあのノーライト。ノーライトって言って。で、電気がない。ノーライトですね。ついて街歩いてるのもうライトがない。街歩いたの。歩いたって何ですか。家まで来たってことでしょ。外出て、いい街だなと思って。やっぱ走るな、お前。でもその上で星がね、すごい綺麗に見える。だろうね。めっちゃ良さそう。街灯が、ね、名古屋じゃなかったっけ。名古屋です。名古屋は本当に市内の。名古屋も市内なんで、割とちょっと見るのとかやな。割と電気がある。なんか、二人の対談みたいなね。と電話してきて、ノーライト、サファリパークって言って学力で言ったら多分後期が一番低いから。おらしいですよ。喋るだろ。だって夜名古で一番頭の悪い高校を洗顔で受けてギリ受かるぐらいな感じで。卒業したんで。卒業しました。卒業して。どうやられる。大学けば入れる高校だからね。何で日本か。将棋。将棋。うちはね、あの3階建てなんですよ。お、3階建てなの。3階建てなんです。おお。なんか書いてある、なんか書いてある。あ、これ、あの、ずっと心にあの思ってたことを最後には限りがある。これ、ずっと前からあると。え、これ、そう書きました、竹が書いたの。そう。絶対嘘でしょ。そう。嘘です。これは、あの、おばあちゃんが書いてくれて。あ、そうなの。そう。すごい。この言葉すごいね。才能ある人とかいくらでもいるけど、才能には限りがある。才能は、やっぱ限界があるんです。あ、でもこれめっちゃいい言葉だね。だけど、努力はいくらでもできるから。確かに。そう。めっちゃいい言葉です。ちょっと刺さりました今も。確かに。え、まだ残ったまま。タケルのその、ね、結構変わったね。あ、変わった。最近ね、お母さんが住んでるここに。おお、タケルの部屋お邪魔します。ここにいろいろありましたね。いろいろありましたね。いろんな匂いが、ここにね、おじいちゃんの家が。ここにいるんですか。あ、変わった感じ。あれ、そうちゃんと挨拶してくれて。これめちゃめちゃ変わってる。これもお母さんの私物だ。あ、そっか。で、竹の残ってん。
多分ね、全部回収されてるね。こっちはね、お姉ちゃんと妹の部屋で、もう今何物全部だから、トレーニングルームみたいな。トレーニングルームだ。そう、そしてこの上にキットですね。おー、なんかここがね、ベランダでこいつのバーベキューする。週末になるとみんなでバーベキューする。へぇ、なんてか、いいね。海が見えてる。マジ？そう。おー、びっくりした。いいな。猫いた。あ、びっくりした。猫がいた。お父さんの。すごい、なんか猫が住んでます。すごい。アシュ、アシュ、アシュくんです。かわいい。これは僕が高校生ぐらいの時に拾ってきた猫でございます。めっちゃかわいくない？綺麗な。いい。そう。あ、いた、パンダ。大丈夫、パンダら。すいません、ちょっと失礼します。失われたユダヤのなんとか。お父さんこういうのめっちゃ好きなんだよ。ユダヤとか。そう、未確認飛行物体とかね、めっちゃ好き。もうそういうの。すげえ。都市伝説とか。すげえ。ムーっていう雑誌があるの。俺がずっと読んで、お父さんがずっと読んでて、宇宙人と UFO、UFO 基地が海底に存在する。何それ。そういうのばっか書いてある本。珍しい。これがめっちゃある。ギターもあるの。そう、ギター。お父さんもギター弾けるの。お父さんにギター教えてもらったの俺。あ、そういうこと。そう、そう、このギターだよ、これ。お父さんのギターを借りて練習して、このギターで文化祭で演奏した。よし、これをオークションに出そう。やめろ。まあまあ、今からオークション出そう。たけるサイン書いて、お父さんのサイン書いて。じゃあこれはオークション出す。やめなさい、やめなさい。恐竜も好きなんだもん。いや、それは聞いたことない。あ、それは聞いたことない。この窓から顔が出てきたんだよ、動画撮ってたら。これいつ？最近？いや、高校ぐらいの時。もう、カーテンの隙間から生首バーって出てきて、消えて。怖っ。この部屋ですっごい怪奇音とかめっちゃすごかったの。この部屋だけだったの、それが。うん。去年ぐらい、この部屋から出てきて、この、うわーって。嘘でしょ？めっちゃ拭いて撮ったんだけど。マジ？ずわーって、手形が、血の手形が。ガチ出てきた。新宿あれでしたです。これ本当ガチ？いや、これガチ。おわ、はい、ということで、はい、タケル、タケルハウスツアーでした。はい、まあそんな感じで。どんな感じやね。はい、ということで、はい、どういうことやね。瀬川家に、瀬川家ね、どう、ようこそいらっしゃいました。いらっしゃいました。ありがとうございました。お邪魔しました。こんな感じです。すごい、実家はね。はい。あ、あとこれまだ残ってるんじゃないかな。はい、まだあります。反抗期の後。はい、反抗期の後、これはここです。多分ボンって蹴って悪いことをバーってやってそのままにしちゃうってことですね。そういうことです。これローキックしました。ここにこうバーンっつって、でこれ蹴ったまま2週間家出しました。はい、はい、これ声はやっぱ残しとくんだね。いや、これはやっぱね、お母さん声だけ出演してよ、声だけ。あえて残してるんだよね、これ。弁償してって言ったんだけど、出世払いってね。そう。だけど、あれでしょ？あえてでしょ？もう最近はもうこれを。もうパパチが残せって。ああ、でもなんか、これを残すことによって、なんかいい。思い出がね。思い出がね。そう、反抗期だったなっていう思い出を、あえてこれ修理せずに残してるらしいんです。ああ。これも竹筒になってるんだね。そう、これ始球式はね。すごいね、これね。てことはお父さんとお母さんに2人とも野球やってたから。あ、そうなの。そう、始球式したのすごい喜んでくれて。でもそういうことだよね。どういうことじゃない。それはどういうことじゃない。どういうことじゃない。それは全然どういうことじゃない。どういうことじゃない。瀬川家ツアーでした。瀬川家ツアーでした。はい、明日は浩輝との試合頑張りますんで、竹田と浩輝の試合に潜入していきたいと思います。はい。高木のさんです。高木のさん、スマートカツを。はい、白いか作りと、あきゅうじくんです。あ、じゃあ、小学校からの同級生で、数少ない親友です。すごい。大丈夫です。ゆうじくんです。あ、今日ね、アナゴとカツオがいいっす。うわ、アナゴ好き。達也、アナゴ大好き。アナゴ大好き。あ、白子ある、白子。あ、白子大好き。それは、なめろす。あ、アジ。アジのなめろね。アジもでも今日めっちゃいい。え、白子ない、白子。お、白子と、白子。白子。
ポン酢のなんかやつ。うわ、炙りポン酢で。炙りポン酢で。玉ねぎが美味しいです。すごいね、これ。自家製の。これマジです。先生サラダですね。俺思ったよりちゃんとしてるよな。何バカだよ。バカだよ。体操はやっぱ。うん。だめ。大丈夫。はい、いらっしゃい。ダサいな。ダサいな。いらっしゃい。サラダです。ありがとうございます。うちもっとスタイリッシュだ。ありがとうございます。もっとスタイリッシュ。そうでもないだろ。いや、ガチ。結構結構おしゃれにやってるよな。ありがとうございます。すごいよ、ここは鳥の。ありがとうございました。ありがとうございました。うわ、うまい。最高です。うまい。YouTube と YouTube をもう向かい合わせでこう撮っちゃうやつ。これどうなるのこれ。うわ、これ合わせ鏡みたいなんじゃないこれ。合わせ YouTube。良くないんじゃないこれ。良くないか。じゃあどうですか。矢野子好きになりました。いやもうね、ずっと言ってるけどマジで好き。嬉しい。本当に最高。街が、街も人もご飯も料理も。さっちゃんがね、とっても気に入ってくれてる。完全に気に入りましたよ。取っちゃったよ、2頭。プレゼント企画。プレゼント企画。プレゼント企画。チャンネル登録ありがとう。高評価もありがとう。今日もありがとう一日。明日も笑って一日。